ヒヨ先生の相談室。こんにちは。どうなさいましたか？あまり食べていないし、運動も続けているのに体重が減りません。詳しく教えていただけますか？年齢のせいもあるのかもしれませんが、体重が落ちにくくなってきました。それに中性脂肪やコレステロールなどの値が上昇してきて、お腹周りの肉付きが良くなってしまいました。その他に何か体調で気になることはありますか？顔色がどす黒い色をしていて、目の下のクマもなかなか消えないし、唇の色や歯茎の色も黒っぽい色をしています。それに決まった場所に刺すような痛みが出る時があって、押すと余計に痛みが強くなるので困っています。では舌を見せてください。舌の色が紫色で、舌の裏の静脈が太く膨らんでいますね。ダイエットをしているのに痩せられないのは辛いですよね。肥満になってしまう原因には大きく分けて2つあります。1つ目の原因は体の機能低下が原因で、余分なものを排除できなくなる状態です。体の機能が低下しているタイプの方の場合、血や水分を巡らせたり利用したりする働きが低下してしまっています。そうなると体に水分が停滞し、ダブついてしまうため、いわゆる水太りのように太っていきます。2つ目の原因は1つ目の原因とは逆に、体の機能が不必要に過剰に働きすぎて、余分なものをどんどんと溜め込んでしまう状態です。体の機能が過剰になっているタイプの方の場合、体の中では合成や分解の機能が盛んになっています。しかしその過剰な働きが消費ではなく、合成や蓄積の方向に向かって無秩序に進んでしまうと、体の中にどんどんと脂肪として溜め込むようになってしまい、いわゆる肩太りタイプのように太っていきます。そのため血液の巡りの悪い血脳の状態になると太りやすくなることがあります。どうして血脳になると肥満になるんですか？飲食物から吸収された栄養は糖や脂肪の状態で、血流に乗って全身に運ばれていきます。ところが血液の巡りが悪くなっていると、それら糖や脂肪は血行の悪い部位で停滞してしまい、近くにある脂肪細胞へと蓄積されていきます。しかも血液が滞ってしまうことで、新鮮な酸素などを含んだ気や血が届かなくなってしまうので、周囲の細胞の代謝が低下してしまい、脂肪がつきやすく落ちにくい状態となります。さらには細胞の代謝によって生じた不要物は血流に乗って回収されて外部へと排除されていきますが、血流が悪いとその働きも低下するため太りやすくなります。どうすればいいんですか？血糖タイプの方がダイエットをするためには、活血の性質を持つ食べ物や漢方薬を選びます。例えば山茶し、納豆、黒きくらげなどの食べ物は血を巡らせる手助けをしてくれますので、食べ過ぎに気をつけつつ上手に利用しましょう。それと脂っこいものや甘いもの、冷たい飲食物などは血液の巡りを悪くさせますので控えめにしましょう。また運動不足で体を動かさない生活が続いていると、気の巡りが悪くなって血尿になりやすくなります。ですからこまめに隙間時間を見つけては、軽く散歩などをして血流を改善しましょう。というのも、血液中の中性脂肪が分解され始めるのは20分くらい体を動かした後からになるからです。特に運動によって酸素が取り入れられることで、脂肪がエネルギーとして使われる割合が大きくなります。
ですから、呼吸を意識しながらゆったりとした気持ちで体を動かすようにしましょう。また過労や寝不足などが重なると、血液を巡らせる力そのものの低下や血液の潤いが不足してしまうことでも、血液がドロドロになって滞りやすくなります。またストレスなどで緊張が強くなっていると、気の巡りが悪くなって、それにより血の流れも滞りやすくなることがあります。ですから、ストレスを解消するためにも適度に体を動かし、疲れたらしっかり休むようにして、血液の流れを良くするように心がけましょう。ありがとう。試してみます。では、お大事になさってください。では今日のまとめです。血行の悪いところでは脂肪細胞へ蓄積されたり、不要物の回収が進まず代謝の機能も落ちて肥満になります。ですから、食事に気をつけるとともに、適度に体を動かして血流を改善しましょう。ご自分の体質のタイプをお知りになりたい方は、過去の動画に体質チェックがありますので、ご参考ください。ではまた。